イルマの四森神を表した、図四天皇は、仏教館における、趣味山、中腹にある四天皇天の四方にて、仏法像を守護している詩人。四大王とも言う、六翼天の第一天、四大王衆天の主。趣味三頂上の通り天に住む、三角尺天に仕え、八武器衆を所属支配し、その中腹で共に仏法を守護する。趣味の四、巣を守護し 通り天主、大尺天の外心である。この天に住む者の身長は、半遊順、寿命は500歳で、その一昼夜は、人間界の50年に相当する。四天皇は、早くから日本でも信仰されていた。日本初期によれば、仏教をめぐって起こされた、蘇我馬子と、物部ノのベモリアとの戦いに参戦した、聖徳太子は、四天皇に祈願して、勝利を得たことに感謝して、 雪竹玉つくに四天王寺を建立したとされる。インドでは、鬼神の姿で表現されたが、日本では甲冑をつけて、武器を持ち、邪気を踏みつける姿をとる。像は、趣味団の四隅にそれぞれ配置される。四天王像としては、東大寺の階段院のものが有名である。ある分野で有力な四人の人物を、四天王と表現する。徳川四天王、モノマネ四天王、 平成四天皇など、注釈出展、ありがとうございます。